151キロ。さあ、ツーアウトランナー二塁三塁、また昼間初球打ちライトの前、ランナー1人帰ってきました。昼間のタイムリーヒット、2回の表ライオンズ2点目。ミスからのこの失点、満塁、打ち上げている左中間、センターの磯畑、タッチアップはどうか、内野返球、ランナー帰ってきます。犠牲フライ、さらに1点追加、昼間の犠牲フライ、6対0、ライオンズのリードが広がります。この回2本目の犠牲フライとなりました。まあね、ライオンズとしては本当にいい形で得点してますよね。そうですね、なんとかね、この流れを。高いバウンド、セカンドかショートか、ショート奈良間、これはさすがにアウトにできない。ペロッと下を出した昼間、奈良間もゆけさん、これは全力プレーですか。これ仕方がないです、今の当たりは、あれの精一杯のプレーではないかと僕は思いますね。高いバウンドで、ね、いいダッシュしてきてますよね。試合前、この昼間と奈良間がこう何か話を楽しそうにしていたんですが、まあ、試合でも、ね、成功させる可能性は高くないといけないですよね。昼間にフォアボールを与えました川野です。まあ、なかなかこの9点ビハインドというマウンドも